仙台駐屯地。仙台駐屯地は、宮城県仙台市宮城野区南目間一の一に、所在する陸上自衛隊の中屯地。方面総幹部をはじめとする方面直轄部隊。機関が多数駐屯しており、東北方面隊の中核となる中屯地である。最寄りの演習場は、王城、寺原演習場。中屯地司令は、東北方面総幹部幕僚長が兼務。 1937年、昭和12年に日中戦争が勃発すると軍事物資の需要の増大から日本各地に軍工省が多数建設された陸上自衛隊仙台駐屯地の敷地はそのうちの一つ原町新潟家に建設された東京第一陸軍造兵所仙台製造所の跡地の大部分を継承したものである第二次世界大戦後の占領期には 新中軍のキャンプ地でもあった。東京第一陸軍造兵賞仙台製造所が開設される前の原町新潟には戦国時代に存在した南目城の城石があった。現在仙台駐屯地の中には南目城跡の石碑が建っている。軍港省が建設されアメリカ軍のキャンプ地を経て自衛隊の駐屯地となったため遺構は相当破壊されたと見られている。 明治時代に描かれた絵図から二重の堀と二重の土類を持ち、東西方向に170メートル程度、南北方向に120メートル程度の規模の戦後時代の城郭としては、比較的大きな平城だったことが即されている。この付近の古いあざなとして関前、関裏城、関裏下、関南、関西があり、これらも城があったことを想像させるものであるとされる。城主は、 国武士の一族である南飯で、南飯は後に、伊達政宗に使え北飯となり、栗原国へ事業地を移された。東京第一陸軍造兵賞仙台製造所は1940年、昭和15年に設置された。この造兵賞では主に航空機が搭載する、機関砲用の弾薬が製造されていた。陸軍はこの造兵賞のために、 仙台市電の原町線の早期開通を求めたが、戦争の影響で資材が不足し戦中に、路線の延伸工事はほとんど進まなかった。後に、戦時買収で国鉄戦績線となる宮城電機鉄道においては、1943年、昭和18年に行った駅が造兵省前に、新潟県駅として移され、造兵省への行為輸送の一端を担った。1945年、 昭和20年7月10日、仙台空襲が行われたが、爆撃は仙台市の中心市街地に集中し、この軍港賞は攻撃されなかった。終戦となる1945年、昭和20年8月15日には、造兵省の職員と校員が一緒に、ラジオから流れる曲音放送を聞いた。ある者は青ざめ、ある者は家に帰れる喜びをにじませ、軍関係者は、 翌日から書類の焼却を始めたという。東京第一陸軍造兵省仙台製造所の建設は周辺の都市計画にも影響を及ぼした。まず造兵省建設地の強制的な区画整理が行われ、この影響で仙台市東部の市街地化が避けられないと判断し、仙台市は1942年、昭和17年から造兵省周辺で、 原町工業都市建設土地区画整理事業を始めた。中江住宅、宮城の住宅、案内住宅、原町住宅が造成されたが、選挙区の悪化でこの事業は中断し、終戦後に継続して行われた。造兵省への物資輸送のため、仙石線、新潟県駅のやや、仙台駅よりから造兵省へ引き込み線が分岐していた。また、仙台駅の東側には、 戦績戦と東北方位戦との間で短絡線も設置されていた。両戦とも現在は廃戦。戦争が終結した後、日本の各地に連合国軍が次々と進駐を始めた。1945年、昭和20年9月、東京第一陸軍造兵賞仙台製造所はアメリカ軍に接収され、キャンプシンメルフェニヒ、キャンプシマルプフェニッシュ、略称、 キャンプシム、別名、新潟家キャンプと呼ばれた。このキャンプには、アメリカ軍の第11空挺師団が駐留した。1950年、昭和25年朝鮮戦争が勃発すると、新中軍はこの戦争に投入され、連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーが、兵力の城を埋めるために、日本に作らせた、警察予備隊の一部隊が新潟家キャンプに置かれた。 翌1951年昭和26年新潟県キャンプの警察予備隊は新設された駐屯地に移動し、代わってアメリカ軍の第一期兵士団が新潟県キャンプに入った。新中軍は1957年昭和32年7月まで駐留し、11月に新潟県キャンプは新中軍から防衛庁に移管された。 新潟家キャンプは一般兵の兵舎として使われ、狭い部屋にはピンナップが貼られて、兵士の部屋というよりはさながら学生寮のようだったと伝わっている。また、この頃の新潟家では横文字の看板を掲げた簡素な酒場がの木を連ねた。アメリカ陸軍参謀総長などを歴任したジョージ・ケーシー・ジュニアは、新中軍の将校だった父・ジョージ・ケーシー・シニアのもと、この新潟家キャンプで生まれた。 警察予備隊は1952年昭和27年10月15日に保安隊に改組され1954年昭和29年7月1日に自衛隊法により自衛隊に発展した新中軍が日本から撤収するとキャンプ跡地の利用が問題となりその中で跡地を自衛隊の駐屯地とする構想が持ち上がった仙台市内における 駐屯地としての候補地は4つあった。自衛隊は、第1希望を、第2師団の司令部があった、川内。第2希望を、不評第4連隊があった龍岡。第3希望を、仙台陸軍幼年学校があった三上法。第4希望をこの新潟県キャンプ跡地とし、結果として、敷地が削減された上で、新潟県があてがわれた。自衛隊に引き継がれなかった土地では、 1967年、昭和42年4月14日から6月12日に、東北大博覧会が開催された。1983年、昭和58年5月31日に、払い下げられた6500メートル分は、仙台トラックターミナルとなった。また、1985年、昭和60年3月に19億8300万円で、 払い下げられた26,268メートル分は仙台市中央卸売市場本馬記部の移転地となった。戦国時代から昭和までの陸戦や陸上自衛隊に関する写真、資料を展示している博物館。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。